加藤佐藤保在は日本人の父とフィリピン人の母を持つ日本の女性ハーフタレント、女優、声優、茨城県出身、ギャラクシープロモーション所属。2008年、マーブルに所属してジュニアモデルとして活動開始。2012年5月、エーベックスアイドルオーディション2012に合格し、エーベックスのアイドル専門レーベル、アイドルストリートのストリート制に、 第3期生として加入。2013年4月期のテレビドラマ、かすかな彼女に、生徒役で出演。同年8月に上演された、舞台、時空警察ベッ別九1983にアイドリング、の玉川ライムとダブル主演で出演した。2013年10月期のドラマ、よろず占いところおもようやいようこそ、に出演し、主人公の助手の男子高生が憧れる。 女子生徒役を演じた。劇中では最終回まで顔を映さないようにするという演出が行われた。2014年9月5日のブログにてアイドルストリートを9月いっぱいで卒業することを発表、同月29日に卒業した。2015年6月1日、ランク王国を制作する T ゾーンに移籍同年7月18日深夜放送部により、 三崎彩香の公認として、同番組の11代目 MC に就任。2016年、週刊ヤングジャンプのグラビア新生発掘グランプリ、原石2016エントリー。2017年5月6日、武道館アイドル博2017に出演。2018年6月1日、ギャラクシープロモーションに移籍。2019年7月20日に幕張メッセで開催された。 D4DJ ファーストライブにて、D4DJ の青谷椿役を演じることが発表された。ジ藤ト補佐イランク王国 MC リホニャ、リホニャ、ウバーイチリホナとセブ、リホナと南国女子旅。ありがとうございます。